今回3年やったことを踏まえて、それのステップアップで次にちょっとまた違う形で自分でこう形を作ってみたいなとは思う。なるほどね。じゃあ例えば1軍のコーチで、バッティングコーチ、守備、走塁、どれやりたいですか？変化を起こせるのは守備だと思う。選手を上達させられるっていうのは多分守備が一番ってことないけど、バッティングってさ、感覚が最終的に感覚だから、何をどうしても打てないっていうことは出てきちゃう。でも守備は体のこのフィジカルを変えれば多分動きは変わるのよ、守り方とかを。